500ライン棒 A500 ライン棒はリボルバー用に設計された50口径の拳銃弾運動エネルギーや力率などの観点から最強クラスの拳銃弾として知られている500ライン棒弾はメリービルのジョンライン棒によって1986年に設計されたジョンライン棒氏は45コルト弾を6発装填するリボルバーを5発装填とすることで シリンダーがさらに高圧な45コルト弾の使用に耐えうるように改造していた。この挑戦は成功したが、彼はさらに強力な弾丸を求め、その結果、500ラインボー弾が誕生した。薬莢は348ウィンチェスター弾のそれを1.2405インに短縮し、リム系を610インに、そして薬莢の口は 1> 5 1 0重径の弾丸に対応するべく拡張した形状。500ライン防弾を使用するために最初に改造されたリボルバーはルガー・バイズリーやセビリアリボルバーなどだった。1990年代初めにセビリアリボルバーが消滅したため、その後の改造はルガー・バイズリーのフレームをベースに行われた。ジョン・ライン防止が 475ラインダ弾の設計に取り組んでいた時45から70ガバメント弾がベースとして有力だったがその頃に348ウィンチェスター弾の普及が始まったウィンチェスターモデル71によって348ウィンチェスター弾が再び注目されたため500ラインダ弾は再び実現へと近づく現在はスターライン車とバッファローボア社車が 348ウィンチェスター薬莢に依存せずに、500ライン防弾を市場に供給している。500ライン防弾は独自の実報であるため、大手重火器メーカーは取り扱わない。2018年現在、この銃弾に対応するリボルバーを製造する重火器メーカーは存在しないが、ラインボーカスタムシックスガンとして活躍する、ジョン・ライン防士や、防衛クラシックアームズのハミルトン防衛士などの、 ガンスミスらが、や、バイズリーなどの既存のリボルバーを、本弾用に改造している。ハミルトン・ボーエン氏は、ダブルアクションリボルバーのルガーレッドホークを改造して、本弾に対応させたことで有名。独自の実報であるため、CIP もスポーツ下記及び、銃弾製造業者協会も公式使用上、発行していない。そのため、使用は、ガンスミスによって様々。 本弾の圧力基準なども発表されていないが、ライン防止によると圧力値が3万プシーから3万5千 p 0プシーの間であれば、改造リボルバーでも安全としている。本弾は、510イン、小道のジャケット弾、または、511から512インの鉛弾を使用する。500ラインボー弾は本来、狩猟用に設計されたが、 アラスカなど大型のクマと遭遇する恐れのある地域では自衛に大変適している。設計では4 4グレーンの弾丸を1300フィート S で打ち出せる。これによりエネルギー量は1650フィート LBF と販売される拳銃弾の中でも最強クラスとなっている。エネルギーの面では454カスール弾と同等だが500ラインボーは より大口径、重量弾を使用しており、断面密度も優れる。狩猟用の弾丸としては、北米のすべて、アフリカのほとんどの狩猟対象動物に対応できる。ありがとうございます。